じゃあやっていくか。このクエスト料理は HP かな、無属性だし。うん、ここを取ると闇の角時計が手に入ると。そうなんですね。まあみんな欲しいでしょ、これは。めっちゃ強いからね、これ。あ、めっちゃ強すぎんこれ。マジ強い。やばい、回復力えげつないし。ただね、このクエストむずいんだよね、やっぱね。そうです、やっぱ難しい。うん、はい、だけどなんかちょっと変わったパーティー、はい、となんか一番右ふざけてるけどこの人一緒とか言ってで、なんかちょっとそれをまあ、まあ、見したいみたいな言われたから、うん、ちょっと今から見てやろうかなっていう。いや、分からしていこうかなと。強いんだぞ、強いんだぞって、使えるんだぞってことはね。そう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 、別に。おい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 、これ正気なんだよね。お、あ、待って待って、危ない、そこ危ないよ。ああ、最初はいいか。あ、でもそこパレオなんだ。うん、まあパレオにしてるけど、パレオじゃないかもしれない。じゃないかもしれない。うん、ないかもしれない。ここは少し溜めた方がいいんだよ。うん、そう、さっき使っちゃったから。そうだね。グダグダです。ああ、でも結構な火力出るね。でしょ、結構強いでしょ。うん、あ、強いじゃん。そうなんです、強いんです。上地からあったら普通に行けてたね、トリガーまでね。うるせえな。うるせえな。あ、捕まれる、捕まれる、捕まれる。大丈夫、経験残ってるから。なるほど、いってる。おー、全然生きてるわ。うん、だあ、これ分かった、砂時計が強いんちゃう。まあ、え？リーズじゃなくては？砂時計が強い。いや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 、いや、リーズさん無視しちゃってるもんだって、これ。いや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 、どっちも強いからな、言っとくけどよ、勘違いすんなよ。この辺からちょっと怖いんだよな、ダメージが。そうだね、うん、一発で俺殺されるイメージだろうね、うん。おお、回復していく。この辺からだっけ、奥義は欲しいんだけど。うん、そう、前捨てのビクトワールが回復のリーゼかってとこでしょ、うん、これ。そうだね、そうね、うん、まあ、今みたいに食らってる途中で合わせないといけない場面あるから。そうだね、うん、ベファルトだよね、うんうん、めっちゃむずいねこれね。むずいよ、むずいです。で、2が耐えれるかどうかね。そう、これはね、ちゃんと合わせない。パレオできるかな。うん、うん、ベーファお、完璧ですね。完璧。で、回復するんですか、ここで。いや、しませんね。しません。これつ、リーゼさん、リーゼさん、おお、ここで火力取っていくと。いや、やべ、あ、死んだよ。死んだ。生きたよ。いやいや、今の多分ミッションダメよ、もうこれ。あ、そうか、ミッションはダメか。じゃダメです。セミのコラーズか。そうだ、これ、迷宮ないと無理かな。そうだね、いるね、これね、迷宮がね。あ、これでも死ぬよ。これ死ぬ。はい。うん、おぉ。もう死ぬのは分かってたんで、ね、もうちょっとなんすよ。もう一回ちょっと慎重めにしようかな。うん。使いすぎるといかんんですよ。ただ、最後は使わないと死ぬんで。このアンバランスさが大変なんで、ね。なるほどね。うん。この辺まで1個出てられるけど、ね。ホールド、だ。やばい。ああ、ね、なんだ。使ってもいいかな。行っちゃうか、これ。行かないでくれたのから。あ、行っちゃった。殴りすぎた。殴りすぎた、これ。おお、だいぶちょっとここ耐えれるか大変だね。いや、これ無理だね。これ無理だね。一回かわせ、ここで、ちゃんと。ドーン、おお、完璧じゃない、うん、おお、いったいったいった。あとは、まあ、あとはスクラグラウスが抜かれてるから。撃つべし、撃つべし。ちょっと待って。あ、そっちか。マジか。そして。トリガー後に挑んだな。お、ま、強っ。バカ長い。なんで、これやめろ、これバグだってこれ。いや、おっ、しよしよしよし。あ、ここ間に合うか、装備がわからない。あ、間に合うか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 。ここでいけそうだな、トリガーいけるよ。ごめん、踏んでくれ、頼む。踏んだ、装備使っちゃうもん。ここでちょっと待って。待ってくれ。行く、もう行く、もう行く。行く。行け。抜き去れ。よし、行った。よし。作戦勝ちだな。
うん、これはもう最適化したわ。うん、最適化したな。うん、カンタービレだな。カンタービレマジで強いわ。と、うん、いうことでしたね。そうだね、うん、うん、ちょっとね最後もう一気にぶち抜くしかないという結構リスキーな作戦なんですけど。そうだね、はい、ジュラン何紋章、紋章何しとるこの人。紋章はレベル3の防御力アップと回復量アップ。あ、回復量アップね。うん、で奥義の回復量上げてんだね。なるほどね。うん、まあこの辺はね、まあ好きにしていただいたらいいんじゃないかな。うん、そうだね。装備 CT だったらもうちょっとだかな。あ、そうね、装備 CT じゃないというのはね、うん、すごいですね。そう、なんでな、結構重い防具使ってんだけどね。そうだね。うん、でも間に合ってるからね。まあ間に合ってるから。うん、でもリーデさん頑張ってたでしょ。ありだね。ありでしょ。意外にありだね。ありでしょ。うん、ちゃんと回復するしな。ちゃんとね、ちょっとプレイヤースキルいるけど。かなりいるね、この人。うん、いりますね。でも、まず、切り替わるの俺無理やね。変わんなって思う。どっちかにせえってなっちゃうから、俺は。あ、そう。うん。いやー、はい、なんか、器用な動きができて俺好きですけどね。こんな感じでね、参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。